上下ドリフトファイナル。決勝に進むのは予選上位の3台。コースは群山道のバトル区間を逆走で使用する。禁断のドリフト追走バトル、 Gコーポレーション YATSX バーサスヤシオファクトリー F1 号。僕が一番評価高かった G コーポさんの180で、岡村さんちのお金のかかってる180に頑張って食らいついていきます。頑張ります。オリド壊すなよ。ああ岡村さん、壊さないように頑張ります。この180に関してはね、やっぱ風間ぐらいの上級レベルにならないと高回転維持できないんで、ちょっと回転落ちちゃうと辛いんじゃないかなと。その辺をちょっとね、後ろからチェックしてみたいと思います。峠ドリフト準決勝、まずは G コーポレーション風間が先行だ。さあ行きます。さあこのちっこいため風間はいきなりすごい角度で振ってきた。オリダーはちょっと出遅れ気味。 G コーポレーションリードのままバトルは後半セクションへ。やっぱ風間はね、どっちかというと回転ずっと上げてられる、アクセル踏んでいられるドライバーなんでね、つながりますね。すげえ、アクセル床までベタ踏みで流しまくってる。1本目は終始リードを保った G コーポレーションの勝利。さあ前後を入れ替えての2本目。やっちゃった。あらららこれなんだよ、これがあるんだよね、この車は。勝負は1対1でサドンデスへ突入。よし行くぞ。いやっほー、ハイテンションモードに突入したオリダ。ストレート区間を振り返しでつなげてきたぞ。ここで戻っちゃうんだよね、仲間ほどは。岡ちゃんのはずっとドリフトを維持し続けてるんだけど、やっぱり1回戻っちゃうっていう。よしよし戻った。よしよし、やった、もしかしたらお互い一歩も引かない展開で超接近戦のバトルとなったサドンデス。ストレートで一回グリップが戻った G コーポレーション風間に対し、オリドヤシオファクトリーは終始安定したドリフトを披露。決勝へはヤシオファクトリー F1 号が進出。車はね、ヤシオが勝ちですけど、テクニックは風間の勝ちです。禁断の峠ドリフト追走バトル、風間オートサービスバーサスヤシオファクトリー。まあ、バトルというかね、2人でこう派手なねパフォーマンスを楽しみたいと思います。まあ、どっちが勝っても負けてもすごい走りをしたいと思います。これもまたさっきと一緒でいい絵が撮れると思います。はい、白煙もくもくの映像をお楽しみに。さあどんな戦いが見られるでしょうか。まあ、これね、もうどっちも優勝を上げてもいいぐらいのレベルの高い車です。それではご覧ください、どうぞ。いよいよ決勝戦、予選評価1位の風間オートに対し、ヤシオファクトリー F1 号はどんな戦いを挑むのか。おー、いい勝負だねこれね。これはいい勝負、いい勝負、いい勝負。ああ、俺の何にもできない、見えない見えない。作戦成功、煙幕攻撃でご機嫌な走りを見せる風間。ストレート区間も流しっぱでつなげてきた。これは辛いな、オリド相手に合わせることができない。食い込んだ、食い込みはしたけど辛いでしょこれ。何
何も見えないよ。ヘアピン区間までは風間音をぴったりとマークしていたヤシオファクトリー折戸だが、600馬力のエンマックパワーの前に本来の走りができず、1本目は風間音サービス JZX100 の勝利。風間音のドリフトに合わせていくとグリップしちゃうんだろうね、ヤシオファクトリーのはね。それをなんとかパワーでつなげようとするんだけど戻っちゃうという、やっぱりねこの差じゃねえかなっていうね。バトル2本目、ここはコースじゃないって誰か言ってたな。うわ、タイヤが垂れてるな、つらい。タイヤが辛そうな風間音に対し、先行でバナナを得た猿状態のオリダーが逃げを図る。グリップでは筑波で59秒台をマークするヤシオ号、ドリフトでも車がどんどん前に進んでいる感じ。風間音の車はスピード的にはちょっと辛いかな。あ、タイヤ終わっちゃってる。うわー、タイヤ終わっちゃった。あ、なんかデフから嫌な音した。バトル2本目は先行のオリダーが意地を見せ、全てのコーナーで完璧なドリフトを披露。風間音は600馬力のパワーにタイヤが悲鳴を上げ失速。果たして栄冠の座はどちらの手に。さあ、峠の魔王ドリフトバトル優勝決定戦は、すごいもくもくでした。もくもくでしたね、はい、すごかった。何にも見えない。見えません、あれは。優勝はじゃかじゃん。やった。